9月1日は防災の日です。この防災の日ですけれども、1923年の9月1日に発生した関東大地震をもとにですね、設けられたものになります。この地震どういったものだったのか振り返ってみたいと思います。まずこちらがいつ、どこで起きたかといった点なんですけれども、地震が発生しましたのは1923年9月1日午前11時58分ですね。今から98年前のことになります。震源と打たれております黄色いバツ印、これが神奈川県西部にあります。震源の深さがおよそ23キロ、そしてマグニチュード 7.9 という巨大地震でした。気象台の観測ですけれども、東京の千代田区や神奈川県の横須賀市、また山梨県の甲府市などで、震度6ですね。被害ですけれども、全体で死者行方不明10万5000人、家屋の全壊や焼失、30万棟近い被害が出たということになります。この被害を撮った写真がこちらになりますね。これは地震直後の東京銀座付近の様子を捉えたものになります。この関東地震ですけれども、大規模な火災が発生をしまして、全体の死者のうちおよそ9割が火災に起因するものと言われております。特に現在の東京墨田区にあった本庄被服廠跡、こういったところでは1箇所で4万人近い人が焼死するというような大規模な被害が発生をしました。この地震ですけれども、津波も発生したんですね。こちらはですね、関東の南海上の様子を断面で切ったようなものになるんですけれども、海洋プレートと書いておりますのが、関東の南から沈み込むフィリピン海プレートを表します。また陸側のプレート、これが関東を乗せている北米プレートとなります。この境目で起きたのが関東大地震だったんですけれども、この地震によって海底が跳ね上がりまして、その結果津波が発生をしました。熱海では12メートルの大津波となって、海水浴客が巻き込まれたほか、房総半島でも数メートルの大津波が押し寄せました。で、震源がですね、内陸部だったにもかかわらず、このように、震源が内陸部だったにもかかわらずですね、津波が押し寄せたというのは、この神奈川県西部を起点として岩盤の壊れたエリアが海にまで及んでいたということが原因になります。このようにですね、陸地に震源、岩盤の壊れ始めがあっても、津波に対して油断できないと、こういったことを示しております。こういった関東地震なんですけれども、前回はこの1921年でした。で、起きた場所がこの相模トラフと呼ばれる場所になるんですけれども、このエリアではですね、過去から繰り返し大きな地震が起きております。で、その一つ前は1707年の江戸時代ですね、元禄関東地震と呼ばれる地震で1万人以上の人が亡くなるという被害がありました。で、過去に起きた地震をもとにですね、この相模トラフのエリアで起きる地震、巨大地震はですね、だいたい180年から590年に1回起きるというふうに現状は推測されております。そうなりますと、前回が1923年ですから、まだ今のところは100年ぐらいの経過でして、短く見て180年に1回ですから、ちょうど折り返し地点を過ぎた程度ということになります。ただですね、次の巨大地震がまだ先としても、この1923年の巨大地震の前数十年の間にはですね、関東の内陸部でマグニチュード7前後の直下型の地震が複数起きたというような事例があります。この点から考えましても、巨大地震はまだ先としてもより小さめ、ただマグニチュード7前後ですと、震源付近ではかなりの揺れを伴う地震がこの後も起きる可能性があること、これはですね、関東エリアの方は広く想定しておく必要があるかというふうに思います。このようにですね、関東では関東大地震のような巨大地震が起きるエリアにもなりますし、より小さめの地震がいつ来てもおかしくはないような領域になります。日頃からの備えですね、この防災の日を迎えるにあたって、もう一度見直してみてはいかがでしょうか。関東大震災について山口さんに解説をしていただきました。
またウェザーニュースのアプリからはこのようにですね、地震チャンネルというのを見ることができるようになっております。発生した地震について知りたいという場合はぜひご覧ください。